皆さんこんにちは。今回の動画は私の新しい相棒新型アトレイを紹介します。新型アトレイは17年ぶりにフルモデルチェンジしました。発売1ヶ月で目標台数の8倍を記録したそうです。おかげで私も注文から6ヶ月待ちになり、忘れかけた頃に納車されました。そして納車された新しい相棒が S710V のアトレイです。この映像は販売店到着後すぐの映像です。ステレオはまだ取り付けられていません。S710V は 4WD モデルです。そしてオートエアコンも標準装備です。オーバーヘッドシェルフは標準装備です。それではここで、運転席右下のボタンの説明をします。クラス初のプッシュボタンスタート。エンジンのスタートもストップもボタンを押すだけです。イージークローザーは採用の、両側、パワースライドドア。自動でオープン、ウェルカムオープン機能。降車時に設定するだけで車に近づくだけでパワースライドドアが自動で開錠しオープンします。リアヒーターは、リアシートの足元へ温風を吹き出し、寒い日でも快適です。手動ですが調整機能もついていますね。オプション紹介。ボディカラーは、シャイニングホワイトパール。UV&IR フィルムは、紫外線 99% カット、赤外線 53% カットで、じりじりする暑さを抑えます。LED。デイタイムイルミネーション。点灯、消灯は、ハンドル横のオンオフスイッチで行います。LED、フロアイルミネーション。発光色はブルーで、運転席と助手席をドアオープン時に点灯し、ドアクローズ時には15秒後に消灯します。オートリトラクタブルミラーは、ドアの開閉と連動されていて、ドアミラーでドアロックの状態がわかります。その他の、オプションで、エアープラス。USB チャージャー、ドアミラーカバー、
フロントバイザー。そして一番気に入ったのは内装の広さです。荷室幅1310ミリ。座った時でも十分な広さです。荷室長1820ミリ。寝た状態でも十分な広さです。フルフラットにするには、すごく簡単な操作でできます。このレバーで背もたれを倒します。横の紐を引っ張ると座席部が足元に入ります。女性でも簡単にできますね。助手席側もフラットにします。しかし、この状態では快適な車中泊はできそうにないですね。後部の荷室のマットの下は凹凸ですね。後部座席の背もたれのマットの下も凹凸ですね。これでは寝心地が悪く、せっかくの車中泊も台無しですね。これから DIY で快適な車中泊の車内空間を作っていきます。まずはフラットの車内空間を作ります。快適空間の DIY は別の動画で紹介しますね。外品紹介1。パナソニックストラーダ。カーナビゲーションシステム CNF1X10HD。 オーディオはパナソニックのストラーダで CNF1X10HD を取り付けました。このモデルは有機 EL ディスプレイを採用したことで薄型で高画質です。またカーナビの常識を超えたフローティング構造で、アトレーでも10インチの大画面が取り付けられます。外品紹介に。パナソニックドライブレコーダー CADR03HTD。 ドライブレコーダーはパナソニックの CADR03HTD を取り付けました。この製品は、前後にカメラで、フル HD1920×1080 の高画質です。外品紹介3。コムテック、デジタルインナーミラー、ZDR038。この製品は、前後部ともに対角168度の広角レンズが取り付けられています。今まで見れなかった広い範囲を見ることができます。また、それ以外にもドライバーをサポートするたくさんの安全機能が搭載されています。外品紹介は別の動画で詳しく説明しますね。最後まで、ご視聴ありがとうございます。そらくん、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。次回の動画で、お会いしましょう。